義理の妹が片耳イヤホンをぐいぐい進めてくる。その意外な理由とは。あれ、綾瀬さん、それ何聞いてるの？好きなアイドルの新曲、配信されたてほやほや。この人たちか。有名なんだよね。うん、そりゃもう爆速で武道館単独ライブを。って、浅村くん、もしかしてこの子たちのこと知らないなんて言わないよね。陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。いや、曲はなんとなく聞いたことあるよ。 CM でも使われてるよね。うん、そうなんだけど、まさかフルで聞いたことは？ああ、それはないね。っていうか、そもそも CM タイアップの曲しか知らない。嘘、本当に？信じらんない。今をときめくこの子たちの曲を一度も一曲もフルで聴いたことないなんて。そんな大げさな反応しなくても。いや、するから事件だから、もはやちゃんと聴いて、フルで聴いて、それでもっと知って好きになって、お願いします、本当にお願いします。いや、どういうノリとテンションなの？必死すぎるよ、綾瀬さん。まあでも、うん、わかった、後で聞いておくよ。ダメです、今すぐ聞いてください。私のスマホに曲入ってるから。はい、ソファーに座ってグズグズしないの。私のイヤホンも貸してあげるから、片方の耳につけて。イヤホン？スピーカーでよくない？ダメ、耳を澄まして聞かなきゃ、本当の良さはわからないんだから。じゃあもう片方のイヤホンも渡してよ、その方が聞き取りやすいし。こっちは私が聞くよ。聞きながら浅村くんに解説しないとだし。解説って必要かな？できれば集中して聞きたいんだけど。っていうか、綾瀬さん、近くない？もうちょい離れても。離れたら耳からイヤホン外れて私が聞けないでしょ。それはそうなのかもしれないけど、ものすごく顔が近いんだよね。それになんかめっちゃいい匂いがするし、目のやり場にも困る。そんなのいちいち気にしない、雑念は捨てて曲にだけ集中しなさい。それができないから困ってるんだけどな。大事なのはこの曲を真剣に味わうこと、ただそれだけよ。わかりました。それにしても綾瀬さんがアイドル好きだなんて意外かも。そう？可愛い女の子が一生懸命に歌って踊るのって素敵じゃない？キラキラしていて、もう無条件に応援してあげたくなっちゃうんだよね。そういうものなんだね。俺としてはアイドルより綾瀬さんの顔が近くて緊張が。あ、ごめん、さすがにいきなりすぎたよね。推しのことになるとつい夢中になって、浅村くんの気持ちわかるよ。本当に？うん、私も新曲を初めて聞くときはいつも緊張するから。そっちの意味でかい。俺の緊張は綾瀬さんのせいなんだって。ちょっと気になったんだけどさ、綾瀬さん、なんでそんな不況に熱心なの？だって新しいファンが増えるかもしれないんだよ。浅村くんとも共通の趣味ができるかもしれないし。共通の趣味。そうか、そうだよね。綾瀬さんがそこまでしてくれるなら俺も真剣に向き合おう。大丈夫、この曲を聴いたら緊張なんて吹き飛ぶから。うん、わかった、俺も聴く準備ができたよ。じゃあ曲流すね。行くよ。視聴中、すぐ隣で音楽に身を委ねていた綾瀬さんはずっと楽しそうだったね。いい曲だったでしょ。じゃあ次の曲ね。次？
まだ聞くの？とりあえずファーストアルバムは全曲聞くから。え？全曲？見てくれてありがとう。チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくね。おまけ。次、セカンドアルバムね。ほら、イヤホン外そうとしないで。肩と肩が触れ合ってるんですが、ぐいぐい行き過ぎなんですが。